AST ホットニュースです。写真の世界の動きを詳しくお知らせいたします。次は我々の写真ニュースです。プーチンは初めて非常に必死です。ロシアの人々がプーチンに反対して街頭に立っています。民主主義社会における民衆の力は古くから政治学者の間で議論されてきた。民衆の要求が実行されない場合、大きな危機を招くことがある。ロシアのように民主主義がうまく実践されていない国では特にそうである。ロシア国民は自分たちの要求を声に出そうとしてもなかなか政治家に届きません。ロシアの民主主義の現状が国民に声を届けることを難しくしているのです。しかしロシアの人々は諦めてはいません。しかしロシア国民は諦めていない。プーチンは国民が反乱を起こせば自分が罷免されるかもしれないと恐れているのだ。大規模な抗議活動の後、ロシア国民がクレムリン宮殿を占拠することをより恐れているのです。プーチンはあらゆる抗議行動を厳しく取り締まっているが、国民は諦めてはいない。ロシアの抗議活動は世界中で話題になっている。ロシアの抗議者たちは、戦争が始まって以来、あらゆる手段を講じて抗議活動を続けている。プーチン政権は全ての抗議者を逮捕しようとしているが、それにもかかわらず抗議者たちは決して諦めていない。彼らの勇気は世界中で称賛されています。プーチンがウクライナへの侵攻を決めた後、ロシアの抗議者たちはすぐに赤の広場で抗議の行進を行おうとした。しかしロシア警察は非常に厳しく介入し全員を逮捕した。その後ロシア国民は別の方法で抗議することにしました。2つの方法が決定された。1つ目の方法は、もっと大規模な抗議活動を組織することで、多くの人が抗議活動に参加すれば、ロシアの警察は無力です。これによって、ロシアの抗議者たちは楽になった。ロシアの作家がソーシャルメディアのアカウントで密かに合意し、その後、何千人もの人々が同時に街頭に繰り出し、ロシアの警察は無力です。ロシアの諜報機関は、この抗議活動を早期に知るために多大な努力を払っているが、ロシアの抗議者たちは、今ではかなり経験を積んでいる。反政府勢力は密かに契約交渉に成功した。プーチンは、情報収集がますますうまくいかなくなる一方で、反乱軍と戦うことはできないと悟った。プーチンは、セキュリティ対策を抜本的に強化することにした。ロシア軍の一部の特殊部隊がモスクワに配属された。これらの軍事部隊はデモを鎮圧するためにモスクワで任務に当たっている。彼らの最も重要な任務はクレムリン宮殿を守ることである。もし反乱軍がクレムリン宮殿に向かって移動すれば、これらの兵士が介入することになる。モスクワへの軍隊の配備はプーチンの恐怖の最大の表れであるが、どんな手段もロシアの反乱軍を抑止することはできない。ロシアの反乱軍は別の方法をとっている。彼らは象徴的な重要性を持つ行動を取り始めている。これらの行動はほとんどが個人的に行われるものであるが、ロシア国民に影響を与え全世界の注目を浴びている。これらの行動はプーチンに対抗してロシア国民を団結させることを目的としている。ロシアにおけるプーチン支持者の割合は日々低下しており、ロシア国民はこの戦争を一刻も早く終わらせたいと願っている。しかしプーチン政権はこの状況を変えようと大変な努力をしている。プーチンが支配するメディアは常にプロパガンダでロシア国民を操作しようとしている。ロシアの反政府勢力はこれを阻止するために象徴的な行動をとっている。その一つがサンクトペテルブルク市で行われた行動である。19世紀にキエフで生まれ、この地域の最も重要な詩人の一人とされるウクライナの詩人タウラス・セルチェンコの記念碑に7人のロシア人青年が花を供えた。セルチェンコはサンクトペテルブルクで活動した時期もあり、そのため同市には彼の記念碑がある。セルチェンコは平和主義的で人文主義的な詩で知られている。彼の詩の一部はロシア語で書かれているため、ロシア人の間でも非常に人気がある。エジプトはロシアにロケットを密かに供給する計画を立てました。エジプトのアブデルファタハ・エルシシ大統領が最近、ロシア向けに最大4万発のロケットを製造するよう命じたことが、漏洩した米国情報機関の文書によると、米国に懸念と警戒心を抱かせている。
2月に行われたとされるこの命令は、伝統的にエジプトの緊密な同盟国である西側諸国との問題を避けるため秘密にされることが意図されていた。ワシントンポスト紙は極秘文書の一部を入手し、そこにはロシアへの砲弾と火薬の生産出荷に関する使使と軍高官との会話が記されている。匿名で話す米国政府関係者は計画の実行を認識していないと述べているが、この命令の発覚により現在ウクライナとの戦争に巻き込まれているロシアとエジプトの関係の在り方について疑問が呈されている。さらに米国政府は北朝鮮がロシアに秘密裏に砲弾を供給していると非難しており、中国も同様の動きを検討していると言われている。文書ではロシアがロケット弾を入手したい理由は明らかにされていないが、ロシア軍は紛争で膨大な弾薬を消費している。文書には獅子がロケット弾の供給を秘密にするよう当局者に指示したことが記されており、サラー・ワルディンという人物に工場労働者にはエジプト軍向けの弾薬であると伝えるべきであると語っている。文書にも記載されているロシアに提供される火薬は数十年前から存在する化学製造工場である18工場から供給されることになる。この暴露により中東におけるエジプトの最も近い同盟国の一つであり、年間10億ドル以上の安全保障援助をエジプトに提供してきた米国との関係の在り方について深刻な清算を求める声が上がっています。上院外交歳出委員会を務めるクリス・マーフィー上院議員は、この報道が事実であれば米国はエジプトとの関係を見直すよう求めています。さらにオープンソサエティ財団の米国外交政策ディレクターであるサラ・マーゴンは、このような明白な戦争犯罪やその他の残虐犯罪を犯したロシア政府に意図的にロケットを販売納入することは、特に表向きは親しい米国の同盟国にとってまさに青天の霹靂だと述べている。この報告書はアントニー・ブリンケン米国務長官がエジプトを訪問しエル・シシ大統領と会談した数日後に発表された。この暴露は米国政府の諜報能力についても疑問を投げかけている。ワシントン・ポスト紙は、流出した文書の情報は通信傍受などの技術的手段を指すシグナル・インテリジェンスからもたらされたようだと指摘している。米国政府は外国首脳の通信を傍受してきた長い歴史があり、膨大な盗聴能力を有している。ロシア向けロケット製造命令の発覚は近年複雑化しているエジプトと米国の関係を緊張させることになりそうだ。米国はエジプトにおける人権侵害に懸念を表明しており、2013年オバマ政権はモハメド・モルシ大統領の転覆を受けてエジプトへの軍事援助を一時停止した。2017年にトランプ政権が援助を再開したが、両国の間には緊張が続いている。コンテンツは終了しました。ご気分はいかがでしょうか。少しでもこのローガーを楽しんでいただければ幸いです。気に入っていただけたらグッドボタンを押してください。コメント欄であなたの考えを教えてください。